エトワール・ヨシノという、まあ、歌手がおりまして、そちらの方のですね、お手伝いをさせていただいてるんですけど、その方の、ライブが来月の10月の9日と10日、銀座空で、行われる予定です。予定ですというか、まあ行われるでしょう。時間がね、夜の公演が、2回ということで、なんだっけな、5時かな、に、2つ回ると、4時半オープンの5時スタートということで、2日間とも、まあ、やりますということで、お知らせしておきます。まあ、何をねやるかどうするかっていうのはまだ中身は決まってないんですけどね。まあね、もう緊急事態宣言が延長なので、全然緊急でもないですけどね。まあこういう、まあ演劇だとか音楽だとか、まあライブハウスだとか、そういうところはまあ対策がどうとかっていうこととは関係なくね、お客さんはまあ来ないわけですよ。で、まあまあ来たとしてもね、まあ席一個ずつ開けろとか、まあお酒出すなとか、まあいろんなことあるので、まあ通常通りではないと。で、まあ大変じゃないですか。まあ吉野さんはね、もともと潰れかかってたシャンソン喫茶でやってたので、まあ命拾いしてるようなもんですけど、他ねミュージシャンだとか、まあそういう関係の人は、まあ、みんなやってらんないって思ってんじゃないの。さらにね、 PCR 検査して陽性になったら公演が中止になったりするとね、なんかどんまいってわけにもいかないだろうしね。まあこういうことはまあ歴史上も何回もあるので、まあ当座続くと思いますが、その中でもね、吉野は、来月、11月ぐらいになるかな、アルバムの発売がありまして、セカンドアルバムが、ナンハムという、アルバムです。でその曲がね、もう作りもあったりするので、まあ自分のペースで、まあ、やっていこうと、まあそういうことです。はい、それでは今日のお題は、シャーデンフロイデ、このシャーデンフロイデについては、まあ、かつてもね1月ぐらいにやったかと思うんですが、まあ、シャーデンフロイデについてもう一回、ちょっと喋りたいなと。ここにゲーテのね、あの本が手元にあるんですけど、その中にねこういうくだりがあります。全く人間というやつはこうしたもんです。ドイツもこいつも違えばこそ、隣の人が不幸に襲われれば大口開いて喜んでいる。恐ろしい火の手が上がるとそれっとみんな駆け出す。痛ましや哀れな罪人が仕置き場に引かれていくといえばみんな見に出る。今日も今日とて罪もない避難民の気の毒な様を見に、皆遊山みたいに出かけるのです。同じ運命がすぐとは言わないまでも、いずれは自分の身の上を見舞うことを考えるものとてありません。こうした浮ついた気持ちは勘弁なりませぬが、やはり人間の持ち前ですな。という、これは、ゲーテのね、ヘルマンとドロテープ
ていう、まあ、本の中の一節にあるんですが、まあ、人の不幸は蜜の味っていうことはね、まあそのまあゲーテが指摘することもなく、まあ、人間の持ってる、まあ、差がだと、まあそんなようなまあことなんだよね。でまあどうしてこんな風に、なるのかっていうことをね、研究してる人がいて、まあそれによるとね、まあシャーデンフロイデっていう、これは快楽物質、まあ快感なんだっていうことなんですね。でこれはオキシトシンっていう、まあ愛情ホルモンが、そういうふうなことを、まあ要は妬みみたいなものを引き起こしてるんだと、まあそんなようなことを研究結果が、まあ、出てると、まあそういうことなんだよね。でそのまあシャーデンフロイデっていうのは、まあ妬み、まあ自分と同じような立場の人が自分より優遇されたり、上に今、まあ、立場的に上になりそうになると、そいつの足を引っ張るっていう形でね、まあ引っ張ったり排除したりするっていう、まあマイナスの感情だよね。でこういうマイナスの感情がどうして、起きるかというと、これは愛情によるものなんだっていう研究が、まあ、あると、まあ、いう一説があるわけね。これ分かりませんよ、本当かどうかは。まあただそういう、まあ、研究があると。でそれによれば、まあそのシャーデンフロイデっていう感情があった方が、人間は、まあ、何かと都合がいいと、まあ、いうふうに言うんですね。でそれはどういうことかっていうと、まあ同じような種族で、まあそこでね、まあ住んでる土地があると。だからまあそれがまあ部落になり、まあ、集落になり、まあ村なのか町なのかになると。でそこにオキシトシンっていう愛情ホルモンがあると、まあ、その場所にまあ愛着が湧くっていう、まあそういうホルモンがね、まあ、出るっていうことなんですね。まあここだけ聞くとね、なんかとても優しくていいことのようだよね。だって故郷が好きとか、まあ近しい人が好きっていう。でもそういう、まあつまりその気持ちが強ければ強いほど、まあ自分の生存にマイナスになるような可能性のある、人物、まあつまりちょっと変わってるっていう人たちね、まあ人たちっていうか人ね、もしくはそのルーツの違うよそ者みたいなものね、こういうものが入ってくると、自分たちのまあ集落、まあ要はコミュニティを、まあまあ簡単に言えば存続できないようになる可能性があると。まあなので、こういうまあよそ者、もしくは自分たちの中からちょっと違った、行動をする人に対して、ネガティブな気持ちを持つ、もしくはそういう人たちに、行動としてね、何か、足を引っ張るようなことをするっていう、まあ、ことが、まあ、シャーデンフロイデになると。だからこれ愛情の強い人、はある日突然ね、非
非常に妬みを持ちやすいっていうことになるね。だから、まあ、例えば、例えばってあんまり僕妬まれたことってないんだけど、ほっとかれてんのか、まあその組織に属さないからだと思うんだよね、どっかに。でも例えば、このラジオなんかもね、小さな、コミュニティっていうかね、いつも聞いてる何人かの人たちで、大事に大事にやってるじゃないですか。これがある日突然こうブレイクしてね、なんだかよく分かんないけどいろんな人が聞くようになるみたいなことになったりすると、なんか嫌な気持ちになる。自分たちのコミュニティの中からなんかちょっとよそ者が入ってくるのも嫌だし、そのよそ者が入ってきてることに浮かれてる、僕の態度も嫌になる。で、その急にアンチになってね、イカはアンチっていうか、あいつの言ってることはいろいろ端から聞いてみたけどデタラメだとかね、つまり感情的に、ネガティブになると、いうことですよ。だから一人の人がすごく好きっていう気持ちっていうのは愛情ですよね。でこの愛情の気持ちが強ければ強いほど、そのコミュニティ、もしくはその関係性を維持しようと思って、それが変化するのをとても嫌がる。売れなかったやつがね売れたりするっていうこともそうだし、学校や何かでも一人同じぐらいのね成績の子と友達だったのが急に出し抜いて、出し抜いたわけじゃないんだろうけど、成績が良くなるとかね、モテ出すとかっていうことになると、チッと思う。でもそういう気持ちを嫌だと思うっていうところもまた人間なんだよね。そういう排除する気持ちとか妬みの気持ちっていうのを持ってるっていう自分も嫌だなっていう。だから持ってないふりをするっていうことだけど、持ってないふりって言っても愛情の強い人ほどそういう気持ちを持ちやすいわけだから、全く持ってないということになると全く愛情の感情がない人っていうことにもなりかねないよね。だから全くやきもちなんか焼かない、そういう妬みなんかないっていうと、それはそれでどうなのかということなので、人間というのは ややこしいと、そういう気持ちが、愛している大事だからこそ、そういうものを壊そうとするものに対してとても排除したい気持ちになる、なんか嫌な気持ちになるっていうことでね、それをシャーデンフロイデと言うんだね。自分の経験で言うとあんまりないんだけど、例えばね、豆彦なんかでもたくさんのスタッフを使ってやってきた中でもね、やっぱりそのお店にすごく愛着を持ってます、お客さんでもスタッフでもっていう人は、あまり長く続かないとか気持ちが急に離れちゃうっていう経験はやっぱり少なからずあるよね。なんだかそんなに愛着がないような人の方が長く続いたりねいうこともあって、急速に距離を縮めてたりするとね、その愛情の気持ちが強いばっかりに、これだけ尽くしてるのになんで帰ってこないんだっていう気持ちのようにね、例えばお店なんかでもものすごく一生懸命、ここはどうしてもここで働きたいですって言って、入ってなんとかって言うとね、プツッとなんか違う気がしましたっていう形になったりするのもね、
まあそれはシャーデンフロイデとはちょっと違う違うけれど、まあ人間というのはその愛情みたいなものとね、それを憎悪するっていう気持ちがまあ表裏一体であるっていうことはまあ言えるかもしれないね。まあそういうような、シャーデンフロイデの気持ちをですね、エトワール・ヨシノさんが歌った、曲が、ミツバチという曲がありまして、まあ昔付き合ってたね彼氏が、まあ随分昔の彼氏がまあ亡くなったって聞いてね、なんか嬉しいっていう、なんかこう何とも言えない恍惚な気持ちがある湧いてきたっていうことをね、まあ不幸は蜜の味っていうことで蜜蜂っていう、タイトルで歌っております。今日はそのまあ、ミツバチをね、またこれ新しいアルバムに含まれるので、まあ、歌詞も載せておきますから、皆さん聞いていただいてね、またその感想や何かもお寄せいただきたいと思います。それでは、エトワール吉野で、ミツバチ。カフェテラス白いバラが甘く匂う窓辺二人クラスメイト呼び出された彼は死んだよ大丈夫と気を使ういつの間にかほっとして彼の不幸を味わってる昔の彼忘れてたくらいよ嘘つく私あれから傷つきさまよった惨めな長い日愛した彼が死んだこと本当は二人でいたかった
早いクラスメイトつぶやく街が新たのよ嘘吹き張り刺す自分に刺さった苦しいあんなに愛してくれたねだけどいつも不安だった別れて悔やんだ長い日愚かなミツバチAnjou